問題持ってこよう。よあ、おはようございます。早い。みりんが朝の8時半をお知らせします。ということで、今日の朝は日本史について学んでいきたいと思います。日本史 A を選択しました。昨日はこの、こうやってもう問題とか、これって問題文をまだ出しちゃダメとかそういうのないよね。ないよね。はい、問題です。ソウとカオルさんが会話してます。ソウとカオルさんの会話文の中から、よいしょ、これが我が家の家系図じゃ。わあ、見たことない名前がたくさん。あれ、おじいちゃんは8人兄弟の上から5番目、5人兄弟の3番目ではなかった？一番上の姉は結核で、末の妹は生まれて間もなく栄養失調で死んだよ。一番上の兄貴は戦争から帰ってこなかった。そういえば仏間に並んだご先祖の写真の中に軍服姿の若者が混じっているのが気になっていたんだけど、その人だったのか。ほら、この箱には兄貴が学生服を着て家族と写った写真もあるよ。兄貴の右にいる姿の人が母親、つまり薫のひいおばあちゃんだ。さて、何姿の母親？1、パーマネント。2、モンペ。ちなみにこの薫のひいおばあちゃんは、梅野さんは、祖父は1899年生まれの方です。へえ、そうなのか。ふにゃららは日中戦争が始まってしばらくすると禁止になるんだよね。戦争は外見にも影響を与えるんだね。ということで、1番はのやつは、日中戦争が始まると禁止になります。あれ、パーマなの？そうなの、そうなのってか、私はそっちにした。モンペが禁止にならないでしょ。パーマネントはなんか贅沢しません
勝つまではみたいな感じのがあったよね。だからパーマネントかと思った。ちょっとじゃあ自分で調べるのが大切なので、実際に教科書から探していきたいと思います。この辺でも全然やってなかったな。おはよう、おはよう。首が痛いんだよね。日中戦争か。日中戦争。日中戦争、ここに出てきている日中戦争が始まってしばらくすると禁止になるんだよって書いてます。まず日中戦争が、あったのが1937年。そして何かどっかに書いてないかな。書いてないな。教科書には書いてなさそう。でもパーマですよね。どうですか皆さん、正解はパーマネントでいいですか。うん、へえ、そうなのか。パーマネントは日中戦争が始まってしばらくすると禁止になるんだったよね。戦争は外見にも影響を与えるんだね。よく知ってるね。戦争中、男に対してはほにゃららほにゃららほにゃらら。さて、練習中、男に対しては1、国民服が選定されたよ。2、ザンギリ頭が強要されたよ。ザンギリ頭、明治維新跡だな。すごいみんな頭いい。ということで正解はうちの国民服だったので、これはあとイで選ばないといけないので、両方とも合ってないと正解にならない問題でした。次、まだ問題文があるんですよ。あ、よく知ってるね。戦争中、男に対しては国民服が選定されたよ。あれ、ひいおばあちゃんのお腹にいるのはおじいちゃん。そうなるかな。
それにしても子供は次々生まれるし、片や続いて死ぬし、食べ物はないし、戦争中のひいおばあちゃんは大変だったと思うよ。それで50歳で亡くなる、うん、そういう人生もあるんだな。ご先祖たちについてもう一度頭を整理してみるよ。それと家系図や写真以外にもいろいろ入っていそうなこの箱、ゆっくり見たいし、箱ごと持って帰っていい？という方で、ことで、東京に戻ったカオルさんは、一家の生きた時代を理解しようと、自分で作成した家系図と教科書を見比べた。この家系図に対して、あ、でもこれは、なんか、選挙権を有した時期はいつでしょう。まずは選挙権を有した女性の選挙権。女性の選挙権、梅野さんが。ひいおばあちゃん。1945年。1946年、まあ、その辺戦後だね。だね。ってことで梅野さんは1949年まで生きてるので、ギリギリ選挙権はあったということで、この正誤問題は誤りです。これは梅野さんが選挙権を有した時期はないって言ってるので誤りです。そして日露戦争に行った人はこの中にはいないと書いてあります。さて、日露戦争は1904年5年、4年、1904年、なので、1904年にひいおじいちゃんは生きてるんだけど、ただ10歳なんですよ。1894年に生まれてるから、日露戦争に行けるのは何歳からなのでしょうか。10歳はいかんな。そう、その子供が1918年、1920年、1930年に生まれてるので、まあこの子供たちは必然的にもう日露戦争終わってから生まれてるのでダメですね。お、85日、ありがとう。祖祖父、ひいおじいちゃんは行っていない
ということで、この正誤問題は、日常清掃に行った人はこの中にはいないと書いてあるので正しいということですね。はい、次、あ、でもちょっとこれ問題出すの難しいな。あ、これもなんかグラフ見て考えてる。難しいか。むずい、なんか出し方がむずい。資料を読んでみたいな。むずい、なんて言ったらいいんだろうな。いやもうなんか飛ばしまくって、もうね一旦ね最後まで行っちゃったの。だからもうなんか出すものがない。もう終わった、終わりました。あ、ということで、まあ今日は自分で、はぁ、失礼します。そんな感じです。歴史はあんまり得意ではないのでお勉強中です。その辺全然やってなかった、まあまあでも、最初の方からおさらいしていこうかな。まあちょっと古墳とかは飛ばして、日常国家の結成、超最初、一番最初かな。日常国家の結成、589年に中国で隋が南北朝を統一して、高句麗などの周辺地域に進出し始めると、東アジアは激動の時代を迎えました。589年には隋と遣隋使の隋です。隋、国内では大海蘇我の馬子が587年に、大村寺のもももののべのもりやもののべのもりやもののべのもりやを蘇我の馬子は滅ぼしました。587年に
592年にはスシュン天皇を暗殺して政治権力を握った。そしてビタズ天皇の妃であったスイコ天皇が新たに即位して、国際的緊張の下で蘇我の馬子やスイコ天皇の甥ウマヤト王、聖徳太子ですね、らが協力して国家組織の形成を進めました。モノノベノモディア。あんまり聞かない名前ですが、皆さんモノノベノモディアは知ってますか？モノノフじゃないです。約1500年前ですね。蘇我の馬子が587年にモノノベノモリアを滅ぼして、人の名前なのかな、なのかな。592年にスシュン天皇になった後、スシュン天皇、すごいちょっと K-POP 風なイメージ、スシュン天皇でもすごい漢字はめちゃくちゃかっこいいですが、まあ蘇我の馬子はスシュン天皇も暗殺します。そしてビタズ天皇の妃であったスイコ天皇が新たに即位します。その甥ウマヤト王、聖徳太子協力して国家組織の形成を進めた。そして皆さんお待ちかね、603年には冠位12回、次の年の604年には憲法17条が定められました。603年冠位12回、604年、憲法17条。冠位12回は士族ではなく個人の才能功績に対し冠位を与えることにより、士族単位の王政組織、王権組織を再編成しようとしたものです、うん、です。冠位12回、よいしょ。そして憲法17条も豪族たちの国家の官僚にとして自覚を求める。豪族たちに、あなたたちは国家の官僚なんですよ、もっとちゃんとやってくださいって自覚を求めるとともに、新しい政治理論として重んじる、考えるものでした。603年、そしてまあ隋の時代なので今589年から。そして中国との外交も遣隋使の派遣により再開されて、隋書に見られる600年の派遣に続けて、607年にはアナナイモコが遣隋使として中国に渡りました。よく女の人って言われちゃう、女の妹子。この時隋への国書は和の五王時代とは異なり、中国皇帝に親族しない形を
形式を取り、容体から無礼とされた、まあ次の時代618年には隋が滅んで唐になります。そして唐になるとですね、まあ遣唐使がまた出るんですけど、うにゃ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 ってうにゃうにゃうにゃって、そしてまあいろいろあっていろいろあります。そしてまあ今は600年、何年とかだったんですけど、7世紀前半に蘇我氏や王族により広められた仏教中心の文化を、せーの、アスカ文化と言います。アスカ文化は渡来人の活躍もあって、クダラやコウクリ、そして中国の南北朝時代の文化の影響をすっごく受けて、当時の西アジア、インド、ギリシアともつながる特徴を持ちます。アスカ文化、いろいろあっていろいろあって充実した国家体制を整えた唐が、7世紀半ばにコウクリを攻めるぞって始めると、国際的緊張の中で周辺諸国は国内統一の必要に迫られた。和では蘇我のイルカが馬屋唐王のこの山城の大江の王を滅ぼして権力集中を図ったが、中野大江の御子は蘇我倉山田の石川麻呂や中富の鎌足の協力を得て、王族中心の中心集計を目指し、645年、蘇我の恵比氏とイルカを滅ぼした。これが一子の変って言います。蘇我の倉山田の石川麻呂と中富の鎌足、一子の変、前から改正、まだ改正してない。まだ待て、歴史はまだ、あと何日もあるよ。あのそんな次の日にとかじゃないからね、生きてたら。大化の改新と言われました。それはこういった改革は大化改新と言われるってまとめて書いてるので、別に滅ぼしたことが改新じゃないって、なんだろうな、その646年正月には改新の御事のりが出されて、豪族の田所垣部屋を廃止して高知公民制の移行を目指す、政策方針が示されて、まあいろいろ統一されて、なんか唐をモデルとした、律令国家は唐をモデルにしてるんだよね。まあ、このいろんな改革は大化改正改新と言われる感じ。あ、そうそう、分けて覚えるんだ。そうですね、いろいろ変わってますよ、きっと皆さんが学んでた時よりも、もっともっと。私ちょっとあんまり知らないんですけど、
他にもいろいろ変わってると思うので、まあなんか違うのねって時代を感じるもよし、ふむふむって聞くのもよし、まあ、それは大化の改新と言われます。そして律令国家はですね、そもそも唐をモデルにしてるんですけど、うん、和は、663年韓国宋の戦いで唐たちに負けました。大負けしちゃいました。大北、うーん、シダギとも、シンダとも読みます。どっちでもいいよ。ハンソン公の戦いも、ハクスキノエの戦いでも、どちらでも良きです。うん。習ったことが本当かどうかわかんない。まあそうですね。と書かれてますとかなので、全部。まあ実際は、タイムスリップして見てみると本当にそうだけど、まあそう言われてますが全部そうなので、うん、その時代に生きていた人にインタビューしましたでもないので、まあそういう資料が残っていますっていう感じですね。まあいろいろありの667年に唐を追う近江大津宮に移して、翌年即位して天智天皇となりました。そして670年には最初の戸籍である庚午年籍を制作しました。ですがこの天智天皇は初めてのこの法定近江令を定めたとも言われてるんですけど、その完成を疑う説もあるみたいです。難しいですね。歴史はこうやって変わっていきます。歴史が変わるのってすごいよね。もう過ぎたことなのに変わっちゃうんですよ、うん、天智天皇。そして天智天皇が亡くなると翌672年に、ってことは天智天皇は最初の戸籍である庚午年籍を作成してすぐ亡くなっちゃったってことなんですかね。うーん、へえ。そして亡くなっちゃうとよくよく672年に天智天皇の子で近江朝廷を率いる大友皇子と天智天皇の弟大天皇子との間で、僕が天皇になるんだ、私が天皇になるんだっていう人心の乱が起こりました。うーん、大天皇子天皇は、東のですね美濃に移って東国豪族たちの軍事動員に成功して、大友皇子を倒しちゃいます。天智天皇の弟が天智天皇の子供を倒しました。おじちゃんが甥を倒しました。そして翌年飛鳥清美原宮で即位しました。そして天武天皇となります。
身内でやるなのよくやること、天武天皇その戦いの結果ですね、近江朝廷側についた有力中央豪族が執権し、強力な権力を手にした天武天皇を中心に中央集権的国家体制の形成が進んだ。まあつまりなんかちょっと昔強かった人たちがどんどん力がなくなっていって、天武天皇が力をたくさん握っているということですね。うん、そしてここの藤原京っていうのがあるんですけど、藤原京のは一番真ん中にあるんですけど、これなんでこれ貼ってあるんだろうな、ちょっとわかんないで。あ、そしてそれまでの大王に代わって天皇っていう称号が与えられるのもこの頃のものとされています。この頃からなんちゃら大王とかじゃなくてなんちゃら天皇みたいな感じになったのもこの頃かなって感じ。この天智天皇、天武天皇、まあ、天武これには天武天皇 が活躍してる時ぐらいから、そうって感じですね。またこの乱の時に、この乱っていうかこの天武天皇になったのね、戦いの時に勝利を祈願した伊勢の神が国際的な祭祀の対象となったのが伊勢神宮です。だそうです。684年には薬草のカバネを定めて豪族たちを天皇を中心とした新しい身分に編成しました。もう9分だ。薬草のカバネ、なんかすごい日本史って読み方難しいのが多くて、あ、パネル注文しちゃった、ありがとう。いつもね先生にも今なんて言ったって言われる、全然読めない。まあいろいろアディの天武天皇の後は、持統天皇が引き継いで689年には飛鳥清美原陵が出ます。そしてその次の年には戸籍を作成して民衆の把握を始めました。そして694年には飛鳥から本格的な旧都藤原京に遷都しました。藤原京はそれまでの一代とはごとのとは違って三代の天皇の都となり、旧の周囲には上方性を持つ京が設けられ、有力な王族や中央豪族がそこに住んでたらしいです。そして国家の重要な、まあ、儀式の場として中国に習った河原吹きで祖籍たちの大黒殿朝堂院が作られるなど、新しい中央圏集権国家を象徴するものとなった。
この中央圏アプーブ、情報性、なるほど、自分で理解。どんどん国をまとめる方のがちゃんと権力を持ってみたいな感じですね。アスカ文化に続く7世紀後半から8世紀初頭にかけての文化を白鳳文化と言います。白鳳文化は、天武天皇、持統天皇の時代を中心とする実力国家が形成される時期の世紀ある若々しい文化。7世紀には新羅を経由し、8世紀には遣唐使によって伝えられた当初期の文化の影響を受け、仏教文化を基調にしている。つまり白鳳文化は天武天皇、持統天皇の、そう、すごく、はい、これもしよう、これもしよう、みんな頑張ろうねっていう感じのやつで、そう、新羅を経由して、まあ、唐から遣唐使も来てるから唐の影響もすごく受けてるですね。天武天皇によって大観大寺、薬師寺が作り始められるんだ。ずる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 。豪族たちは中国的教養を受容して漢詩文を作るようになり、一方で和歌もこの時期に形成を整えた。とか言っちゃって、この頃からね、もう漢詩文とか和歌とかがもうあるんですね。ということでした。イエーイ。今日はちょっとめっちゃ初期の古墳とかを飛ばしたら一番最初にあるようなところしました。律令国家のところから、違う、そう、律令国家第2章からやりました。6世紀7世紀あたりのことを今日は皆さんとお話ししました。まあでも実際この辺は試験に一切出ておりません。一切出てませんでした。まあでも何がどこで出るかわかんないので、まあついなとかとぐらいは覚えとくと。そうだよね、うん、覚えとくと一般教養になります。うん、全然出てなかった。ほう、ほん、まあ勉強していきましょう。で、私はもう家を出ないといけない。もしかして、もしかしてだけど、もっとだから、
髪の毛だけアイロンかけちゃおうかな。もうここでメイクはババババッと後からするわ。失礼します。今日はなんかワンピースです。そっか、今日の話会はワンピースです。紫色かな、ピンクかな、ちょっとなんかそんな色だった気がする。そんな色のワンピースです。すごい、でも朝からお勉強してなんか目が覚めた感じがする。え、いいね。私絶対一人だとなんかむにゃ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 ってなってる。勉強教えてね。なんか教えるっていうか、なんか自分が、でも自分が理解してないと下に人に伝えれないから、人に伝えると自分の頭の中でもなんか整理されていいよって日本史の先生がすごく言ってくれるので、あんまり人と喋る機会って、しかもなんかこういう時喋る時って一方的に喋るしかないじゃんってなったらちょうどいいよね。ショールーム一方的に喋って、なんかもし違うのあったらめっちゃコメントでこれ読み方違うだろうとか、それ違くないってめっちゃ言われて、そこで修正してみたいな。あ、メール来た、やっと来た。どんなに朝起きてからやってもこの時間に来るんだよね。何度でやって、いつも180度でやってます。180度、ちょっとまあとりあえずのアイロンなんで軽く。そう、今日は7の日です。メールがいっぱい来るとか来ないとか、来ないとか来るとか、硬い柔らかい、あ、でも柔らかい方かも。量はね、少なくはないです、決して。そう、朝にやると割と初見さんが来てくれるんだよね。朝やんないからね、この時間。ありがとう。ちなみに今見てる初見さんがなんか何人ぐらい、5人ぐらいいるのかな。あーって言ってみて、初見って出るよ、みんな。私のこと初めて見た方とか、あ、配信してる人少ない。あー、そうなの。なんかもう STU ってさ、基本誰かやってるよね。あ、みちゅやってるじゃん。みちゅみちゅみちゅやってるよ。みちゅメイクしてる。ソラもやってる、ココアもやってる。他にライン返そう。確かにね。
兄ちゃんにも返す。思ってた。9000人と、なんか最近私朝の方がすごい1万人いきそうな具合が早いペースが。朝の方がみんなショールーム見てるのかな。それか人数が少ないから星集めに来やすいのかな必然的に。そっか、通勤中って言うても今日日曜日か。そっか、半までします。武道館効果も確かに。武道館で昨日のショールーム見れてない方とかね、武道館終わり今始めましてだもんね。武道館ありがとうでしたよね。ウニョとウニョの違う、ウニョが右でウニョが左の私の手袋です。私の手袋の名前ウニョとウニョ。もやもやが晴れました。ごめんね、もやもやさせちゃって。そんな違いでした。明日もやろうかな、お勉強配信。明日何時からなのか分かんないけど、お仕事。明日誰とだっけな。あ、誰とかはまだ分かんないや。明日もある。リップだけなったか。最近あれ見始めたから知らなかった。あーわーって。そうだよね。ファトウトトトウトウの前はずい。あったあったずいずいずいこばしごまし。毎週会話今日はこのワンピースを着ます。ちょっとまだ値札がついてます。これ入るかな、入るかな。可愛くないこの色。ああ腕スケルトンだ。見るかな私の顔が。まだ値札切ってない。なんか似てる、うん、シナモンみたい。これはですね、先ほどアスカ時代がやってました。これは斉藤アスカさんが着てたやつです。イエーイ、歴史にもつながりますね、つながりますね。はい、なんで、あ、別に追い感じやつじゃないですよ。そう、グレールお値段お手頃でよく買うんです。グレールだから、グレール斉藤飛鳥さん
やってるから、よく斉藤飛鳥さんが着てるやつを買って、なんか、はあ、なんか、あ、これは服が可愛い。たまにあるよね。あ、これ服じゃなくて斉藤飛鳥さんが可愛いだけだ、だけだったっていうか、なんだろう、あ、自分じゃなかったなーみたいな感じのがよくあります。あるよね、なんかさあ、めっちゃ可愛いモデルさんとかさ、男性とかでめっちゃさ、すっごいかっこいいモデルさんとかがさ着ててさ、うわこれいいなーみたいな感じで買ったらさ、なんか顔と体型違いすぎて、全然体型によってね、服とか全然変わっちゃうしね。自分に合った体型の服を着ないといけない。そう、簡易12階で一番位の高い色、フォッ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 、あ、推しが着てるから着とけみたいな笑った。じゃあ皆さんこれ着ましょう、一緒に。グレイル、グレイラーなので私。よいしょ。13位、エリオルマルさん、ありがとうございます。12位、天下一品いちごスープさん、ありがとうございます。11位、おいでませ元気さん、千穂香の由美子氏お話か、後でね、ありがとう、後でね、ありがとうございます。10位、ヒーローさん、ありがとうございます。9位、アルトさん、イムリタウン市長、ありがとうございます。8位、ハルミンさん、時並こかみよし、ありがとうございます。7位、夢のサンタさん、ありがとうございます。6位、コーラさん、今日お話し会で最初なんて呼んでもらえるか楽しみ、楽しみありがとうございます。また後でね。5位、ブレカリアプラシアさん、ブレカラさん、ありがとうございます。4位、クマネパパさん、ありがとうございます。3位、スランプくんさん、ユミリンにおはようが言える朝は元気が出ます。お、嬉しい、そうやって言ってもらって、ありがとうございます。これからできるときはなんか朝お勉強したいなと思います、皆さんと一緒に。2位、ひろかずさん、ユミリンにガチ恋中、早く会いたいよ、会いたいよ、ありがとう。1位、プロフなんだ、全前川撤去、さきのさんのリスナー様の説明わかりやすい、私じゃなくてみんなだって、みんながわかりやすい、あ、違う、あの、なるほどね、お話し会の話ですか、それは。よかった、うん、すごい信号機ですね、ありがとうございます。よかった、教えてもらった、話し会のこととか。13位、天下一品いちごスープさんはさっき来たかな、ありがとうございます。12位、テリーピーさん、ありがとうございます。ヒロさんもいたっけ、ちょっとわかんない。おい、1万人いった、すごい、ありがとう、朝からありがとう、ありがとう。さっき壇上上がってないよ、自主性もう挙手してください、ぜひ。もうここは主張して、もう自分は壇上に上がったんだぞっていう主張を。いらっしゃいませんか。うん、はい、それでは私はお話し会に行ってきます。あ、夜も配信するよ。でも夜は今みたいな感じじゃなくって、お話し会ありがとうでした、なんかあと、なんかこの前武道館だったねとか、なんだろうな、お話し会でこういう話しましたとかな感じでやりたいなって思ってますので、ぜひ、うん、よろしくお願いします。それでは、あ、ラッキーさんは、うん、なんなんせいさん、ハートありがとう、今日ラッキーです。それでは最後までありがとうございました。今日も一日頑張りよ、みりん。行ってきまーす。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。また後ほどの方は、後ほど。